はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこちらロサンゼルスからまたお届けしています。で、今日はロングビーチの、スワップミートの方に来ていて、朝今7時ぐらいなんですけども、これからちょっと、ロングビーチのスワップミート、今日はバイクのスワップミートなんですけども、こちらをちょっと撮影していこうかなと思います。もう後ろにはね、こんな感じでたくさんブースがあって、全部バイク関係なんですけども、あのヴィンテージパーツとかもあるのでチェックしていこうかなと思います。はい、ではいつもお世話になっているジェイズモーターサイクルさんの、ブースがあるので、ちょっと覗いてみようかなと思います。こんな感じで大量のパーツがあって、もう朝からねバンバン、売れていってる感じですね。で、まあ今回ねバイクも、持ってきているそうで、先日、自分の YouTube でも紹介しました、こちらのファンヘッドで、あとこちらには、ショベルヘッドですね、ロングフォークのショベルヘッドがあって、奥にはまたショベルがあるので、ちょっと見に行ってみたいなと思います。奥には、エレクトラグライドのショベルヘッドがあります。赤いペイントなんですけども、いい感じに色あせて渋めの感じですね。でライトが3連になっていて、でサイドケースがちょっとクリーム色なのが特徴的ですね。いい感じにやれているショベルのエレクトラグライドがあります。他にはねフロントフォークですね、まあスプリンガーのものがあったり、まあ普通のスポーツスターのフォークがあったり、いろいろあります。で、あとはこの辺はねフェンダーですね、フェンダーがあったり、タンク、スポーツスターのタンクとか分割タンク、この辺にはヘルメットとかもありますね。この辺にはウィンドウシールドとかプライマリーケースもあったり、今日は結構荷物を持ってきているそうなので、大量にねこうパーツがあります。プライマリーケースも大量にあったり、あとねシートもたくさんもあります。あとは自転車ですね、自転車、ホイール、ほんといろんなパーツがあります。あとこちらにはタンクですね、アメリカらしいグラフィックのタンクがあります。これはオリジナルペイントなんですかね、なんかそれっぽい感じのヤレ感のタンクがあります。フレームスの分割タンクとフェンダーもあります。この辺のタンクもなんかアメリカらしいペイントで、フレームスが入っていて、ゴールドからブルーに変わるペイントが特徴的です。で、あとは、日本のブランドのパーツも取り扱っていて、グリップとかグローブとか結構いろいろたくさんあります。そんな感じでちょっと会場の中をぐるっと回ってみたいなと思います。まあ、こんな感じでまだお店の開店準備が済んでない方もいたりしています。で、この辺はね自転車もあります。まあ、自転車とバイクが結構メインなので、自転車も売ってるお店結構あります。こちらも自転車ですね。まあ、自分もこのシュウィンのスティングレー持っているんですけども、やっぱアメリカでもね人気ある自転車かなと思います。なんかモーターついてる自転車みたいのもあります。まあ高年式だったり旧車だったり、いろいろあるのが面白いですね。これは現行のタンクっぽいですね。あとサドル面のシートがあったり、カムがあったり、いろいろあります。インジェクションのパーツがあったり、マフラーもありますし、エアクリーナーもありますね。スクリーミングイーグルのエアクリーナーがあります。この辺は多分バガーのスリップオンがあります。バース&ハインズのマフラーエンドがあったりとか、あとライザージーンズとかアパレルとか、結構なんかほんといろいろある感じなんですよね。で、隣の箱には旧車のパーツが入っていたり、まあ、見てるだけでも非常に楽しいです。
バイキングバックスのケースがあります。ちょっとボロボロですけど、バッサーニのマフラーもありますね。シートがあったり、こちらもねマフラーが置いてあったり、フェアリングもありますね。エンジンガードもあったり、とりあえずこんな感じでちょっと一周ぐるっと回ってみたいなと思います。バイクで来てる人も中にはいて、これは M8 のローライダーっぽい感じのバイクとか、あ隣も M8 のソフテールがあったり、新しいバイクもねこうちらっと置いてあります。やっぱり基本的には旧車が多いですね。古いバイクのパーツが多いなと思います。ビルダーじゃなくて家から持ってきてる人も多いそうなので、なんかいろいろ細かいパーツがあります。売り物じゃないんですけども、渋い車で来てる方も多いですね。これはシボレーのトラックですね。でこちらにはショベルヘッド、これは売り物っぽいですねがあります。そんなまだ人が入ってきてないんで、結構ゆっくりしてる感じで、結構ゆるくやってる感じですね。あとはこちらは、スピードキングサイクルのトラックがあります。ちょっと後で寄ってみようかなと思います。なんかトラックがねみんな結構面白いトラックも多いんで見応えがあります。こちらも旧車のパーツがたくさんあります。タミヤのプラモデルがあります。これちょっと欲しいですね。今もうロサンゼルスでバイク作る余裕もそんなにないので、置き場所もないし、乗るのもね今1台持ってるんで、あんまりこう旧車のパーツを自分的には買い漁って作ろうっていう感じではないんですけども、もしね旧車を作るタイミングがあれば、こういう風にねパーツがたくさんあるので自分でチョイスして選べるからいいかなと思います。こちらにはねポスターがあります。アメリカらしいポスターがあったり、まあ、この辺も昔のハーレーのポスターかなって思います。こうやっぱりねロスらしい色合いが可愛いなと思います。スケートボードとかタンクとか可愛いですね。で今日は出展しているブースもまあめっちゃ多いってわけじゃないですけども、まあ、結構いる感じで、ボーンフリーの翌日にもこのフリーもあったんですけども、ボーンフリーの翌日はガラガラだったみたいで、まあ、それに比べると今日は人がいるかなと思います。こんな感じでハーレーのおもちゃもたくさんありますね。まあ、この辺も好きな人は結構集めているおもちゃなのかなと思います。なんか自分は持ってないんですけども、なんか良さげなのがあったらゲットしたいなとは思います。まあ日本だとあんまりこうハーレーのおもちゃってあんまり見ないと思うんですけども、アメリカだと結構たくさん売っているっぽいですね。これは G.I. ジョーのポリスのおもちゃもあります。あとはね車とかアメ車とかその辺にちなんだものが多いですね。こちらも旧車ですね。この辺はオフ車のパーツっぽいですね。結構このスワップミートはオフ車も多いんで、オフ車のパーツもあります。アメリカだと結構人気あるんですね、オフ車が。スズキのフロントカウルとかもあります。こちらにはこれエボですかね、エボのチョッパーがあります。かなりロングフォークのチョッパーで、シリンダーはレブテックのものに変わってます。ウエストコーストチョッパーズのような感じのスタイルです。であとこちらにはね、ダイナがあります。これはツインカムのダイナですね。赤いダイナがあって、まあクラブスタイルのダイナが、多分これもフォーセールのバイクだと思います。
マフラーはちょっとどこのか分かんなくて、ヘアクリは純正ですね。ハンドルは10インチぐらいで1インチプルバックって感じです。まあ、ちょっとやれてる感じで、まあ、綺麗にしてもいいし、このまま乗ってもいいしっていう感じの1台かなと思います。でこちらには、ヤマハのオフ車があります。ちょっと車種名わかんないんですけども、多分2半とかそのぐらいの大きさでコンパクトに乗れる1台でいいかなと思います。まあ、さっきもオフ車のパーツ売ってたんですけども、まあ、このスワップミートはね、オフ車も結構本当に多いので、なんかオフ車やっぱ流行ってるなってよく思いますね。この辺はまたバイクのものなのかバイクじゃないものなのかよくわからないですけど、いっぱいあります。この辺は後年式のものですね。フローのボードがあったり、あとはハートラックのグリップがあったり、バンズのグリップがあったり、自分が使ってるアイテムもたまにありますね。後年式のパーツは基本的にはあんまないんで、こうフラット見ている時に出てくる感じで、ただプロテーパーのハンドルのバーがあったりしています。トラッカーのハンドルがあったり、あとの奥の方には同じようなオフ車のハンドルのバーがあります。 ODI のハンドルバーもこちらにあります。こちらにはヤマハのクラシックタイプのバイクがあります。 125cc ですね。2気筒のコンパクトなクラシックタイプのバイクで、結構ねメッキのやれもなくて綺麗な1台だなと思います。ヤマハの YAS1 っていうバイクだと思います。たまにこういうクラシックなバイクもこちらのスワップミートにはあります。なぜかアメリカで海上自衛隊の第4護衛隊のこの記念品がありました。2007年、こういうものもね海を渡ってアメリカに来てるっていうのが面白いなと思います。こちらにはホンダのトレイル90という、まあ、パッと見カブみたいな可愛いバイクがあります。ホンダのバイクもたまに見かけますね。ただこういうなんかカブっぽいバイクはあんま見ないんで珍しいなと思います。であとね自転車もあって、イギリスの GSA の自転車もあったり、でその隣にはまた可愛いクラシックタイプのバイクがあります。ホンダのバイクですね。メーターはこんな感じでアナログなメーターになって可愛いバイクがあります。珍しく FXR がありましたね。ちょっと年式はわからないんですけども、古めの FXR があります。何気に FXR ずっと探していて、パーツをあんまりね FXR がねないんですよね。ただこの FXR めちゃめちゃ状態良さそうですね。なんかアメリカのバイクってピンキリなんですけども、いいのと悪いの差がかなり激しくて、パンクもそんなにダメージがなさそうなんで良さそうです。ちゃんとミッドコンでフォアコンになってないのも珍しいですね。まあ、こうやって自分の好きなバイクのパーツを探すのが楽しいですね。こちらはオールジャパニーズモーターサイクルクラブということで、全て日本製のバイクパーツが売っているお店がありました。まあ、日本車もねアメリカでは外車なので、好きな人は集めているのかなと思います。でこちらにはホンダの、これはモンキーなんですかね、ちょっと詳しい車種名は分かんないんですけども、コンパクトな原付ですね、日本でいうと、もあります。やっぱこういう日本のバイクもポップな色のバイクはやっぱ可愛くていいですね。なんかいつか1個欲しいなと思ったりもしています。そんな感じで
ロングビーチの、スワップミートも一周ぐるっと回ってきました。今回はね、出店ブースも多くて、まあ、バイクのみならずアパレルとかいろんなお店があったなと思います。まあ自分ちょっと相変わらず旧車に関してはあんま詳しくないんで、詳しくねご紹介できる部分が少なかったんですけども、まあ、光年式のパーツも多少なりとはあるとは思いますし、まあ、あとはあのバガーが多いですね。こちらはやっぱりあのソフテールとかそういうのよりはバガーのパーツが圧倒的に多いんで、まあ、その辺も見応えがあるかなと思います。後であの駐車場に行ってあのバイクの方もチェックしていこうかなと思いますので、引き続き続編の動画もチェックしていただければなと思います。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。